やるぞー。ちなみに自宅です。刻一刻とやば、新年が近づいている。地べたに正座でやっていこうと思います。よし、あ、緊張する。綺麗にね、心を込めていくぞー。はい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 じゃんじゃんじゃんじゃ、見えない。そもそも正座とかしたのがなんか久しぶりなんだけど、いつもこのねサインの顔に悩むわけ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,9。どんな顔にしようかな。俺ねこのね顔ちょっと好きで、見てこれ、ちょっとあのペロリンってしてもうすでに正座が痛くなってきた。泣いてます。あ、でかすぎたかも。まずい。まあ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 、いやでも今年も頑張ったな。もう終わるんだって思うと早いよね。今12月31日なんだ。もう本当はね、若干実家に帰ろうとしていたんだけど、サインもやらなきゃいけないし、いろんな編集があっても帰れてないっていう。結局その今ね、こうして一人で家でサインを書くっていうで今日は昼から作業して、新年のね抱負の動画を昼から作って、終わった後にこの文房具屋さんに行って、いろんな色のマッキー買って、マッキー何これ、いろんな色のペン買って、で家帰ってきてご飯食べてお風呂入って今寂しいものは何ですか、見つけにくいものですか、カバンの中もねねねのメモ、ペペ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 ペ、あ、ワンちゃんの耳が癖でワンちゃんの耳描いちゃった。猫ちゃんにしよう。猫ちゃん、猫ちゃん、これ猫ちゃんって気づくかな、これ見てると。これ猫ちゃん、猫ちゃん、ほい。これさ、ペンの持ち方変なんだって気づいたの。 Google でペンの持ち方普通って調べたら、多分ね、こうやって持つのが正しいな。でも俺こうやって持ってるのね。まあそれ、あ、間違ってたんだーって、この年になって、この年になって気づいたっていう、悲しい出来事。今の俺の気持ちを書いとくわ、この一緒に。泣かせてみた。うさちゃん書こう、うさちゃん。うさうさ、うさうさ。うさ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 、よし、これうさちゃんでしょ。どう、そう、あれ持ってくるわ、のアニマルクッション。こうやってね、チャラララララン、チャラララララレンレレン、この子の上に座るのだ。みんなさ、アニマルワンピース着て、つまりリルクが今生足ってことってきっと期待してる子もいると思うから、ちょっとめくらしてもらうね。でで、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 で。
ジャージですジャージです申し訳ないですがジャージです、うん、よしやってこ。今のジャージですって言われたみんなの気持ちの顔描いてたの。なんやねん。まあでもちょっとドキドキしたわの顔なんやねんドキドキしたわの顔描いといたって言われてたら今こんな気持ちだったの。きたーの顔だよ。やばい、エゴさしたくなってきた禁断症状禁断症状きた。やばい、エゴさに耐えてる顔エゴさしたい、エゴさしたい。年末なのにエゴさしたい。これちょっとさっきサイン書くってツイートしたけど、みんなどんなことツイートしてくれてるかな。ディーヌくん頑張れみたいなツイートしてくれてるかな。ひっくり返っといやないかい。ディーヌくん頑張ってるかなみたいなツイートしてくれてるかなって今ドキドキして、あーエゴさしたい。みんなのツイートが見たいよ。無になった顔ですジュヤの鐘はね、煩悩をなんか吹き飛ばすとか、吹き飛ばすジュ煩悩を切り開く消し飛ばす、吹き飛ばす、なくす。俺煩悩ないからな愛うし森の中クマさんに出会った、花咲く森の道クマさんに出会った、クマさんのクマさんの言うことにゃ言うことにゃ、お嬢さんお嬢さん、お逃げなさいお逃げなさい、スタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ、サコラサ、サ、サのサ年終わるんだなって気持ちになってきたな。いや終わるのか、なんかさ来年どう頑張ろうかなみたいな気持ちは今日の昼にね、あの作ってた新年の動画に、まあ、全部詰まってるだろうけど、本当に今年頑張ろうと思ってて、今年去年来年って待って2022年ね頑張ろうと思ってて、そう本当はね、あのこういうサイン書く動画とかも今までだったらあげなかったかもしんないけど、でもなんかこういうみんなに見えないようなとこでやってる頑張りって自分で言うのはなんかあれだけど、喜んでほしいなって思ってやってるいろんな努力をリスナーさんたちにも見たいなって思ってくれてるのかなと思って、なんか新しい試みとしてね、こうやってサイン書いてるところを撮ってみてる。来年は普段やってるような活動はもちろんね、そんな新しいことにも挑戦していけたらいいなっていう気持ちがあってのこのこの動画ですな。まあ、何が言いたいかというと、2022年も最高に頑張りますということをね伝えたかったのでございます。なので今日もひたすらに愛を込めてサインを書きます。明けましておめでとうついちゃうので書こう、一旦これ書こう。
新年開けてる時にちょうど書いてたサイン。ちょっと気合入れて。新年明けましたと太陽書いとこうかな新年明けてる時にちょうど書いてたサイン、ちょうどこれアニメと池袋さんとかに送ろうかな俺が学生時代最も言ってたであろうアニメと池袋さん、みんな明けおめサインだよこれちょっと嬉しいな。ちょっとツイートするよ俺いくぞ、みんないっぱい反応してくれるかな、いくぞー。あっねえ待って待って待ってねえ、おめでとう。ああ清めの画像がみんなと違う。ほら見て、ああなんかドラインからほら見てよみんな、ほら安あるのに、うん、俺もライン送るもん。いっぱいリツイートといいねと リポ送ってねみんなこの動画見てる人よし気を取り直して書くぞー。今こんくらい書きましたあと2倍くらい涙メロディになんで僕よりも涙ぐんでくれた嬉しいだよ、だここにねいてくれるだけでそれだけで十分だよ。ここら辺で花びらみたいに君の隣に。ね、本番はここからあ、なんか崩れちゃうね。よいしょよいしょ。サインをね書くところまではまあ序の口なんですよ。まあ頑張った量でいくと、まあ、5分の2くらい、そこから店名さんをね書かせていただこうかなと思います。これ誰でしょうこれリケンくんこれがまあ、リネコくんはい、リーコちゃんリトラーくん、リオンさん、リケンくんたちが2枚ずつあるっていう、かわいいでね、この子たちもバッチリ描きました。ほらみんなよいしょよいしょ、はいはいはい、重い、腰がはいはい、店名を書いていきましょう。行くぞー。宣言しちゃいます、君の背後の想いって、アニメイト、いけ、袋、
本様へいつもありがとう、いつもありがとう。で、デコレーションデコレーションしましょう。じゃーん、アニメイト池袋、あー危なくない、あーアニメイト池袋本店様へいつもありがとう。2022年1月12日、こんな感じで書いていこうと思います。これを全点書くとマジやばいけど、まあ、頑張ろう。今から何時間かかることやら。よし、頑張るぞよし、頑張ろう。マジで明るくなってきた。電気消してみよう。電気消してみて分かるかな、この明るさ。分からんか。若干ね、若干明るくなってきてんよ、これでも。明るくなってんだけどな。だんだんね、集中力が切れてきて無駄なことをめちゃめちゃやっちゃう。明るいぞ。そう、電気消してみよう。さっきより明るくなってるはずないよ。いくよ。あー、気持ちわかるし、このちょっと明るくなったなっていう、もうこの状態を書こうかな、俺。え、ぼやけてる、ぼやけてる。気が開けてんだよ。もう全開よ、窓。おお、朝じゃー、朝じゃのー。みんなこれ電気つけてないからね、今部屋の。うわ、明るくなってんねー。
だ。9時何時間だ。いや、まだなもうな何時間だ、もう分かんないや。書き終わりました、まあ、こっちにもねいっぱい、よいしょ、どん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 書き終わったものがどんどんどどどどどんありますが、見てください、完全に書き終わったよ。汚いここらへん。いや書き終わった。いやもうね、こんなにたくさん愛を込めて書いております。たくさんの愛が詰まった色紙がね、もう皆さんのお近くの店舗さんに届くのかなと思いますが、すごいな本当に、こうやって圧巻だな、すごいわ。この買おうよ、このいいね。皆さんもね、ぜひみんなの近くの店舗さんがどんなお顔をしてるか、どんなサインか見に行ってくれると嬉しいです。こちらね、1月12日のビームセカンドフルアルバムチャッターチャンスのねリリースに記念しまして、皆さんのお家の近くに届くと思いますので、ぜひぜひ店舗さんに行ってね、見に行ってくれると嬉しいです。見に行った暁にはね、リーヌくん、私のお家の近くのサインこんなだったよって、アルバムゲットしたぜっつってね、ハッシュタグシャッターチャンスでツイッターにつぶえてくれると嬉しいです。めちゃめちゃツイート見ておりますので、ではでは、サインカキカキ動画でした。いやもう暗いよ、9時だもん、だって9時だよみんな。もう今ね、部屋の電気消したら真っ暗になっちゃうんで一回消してみる、ちょっと待ってね、部屋の電気を消した暗さで完全にこの手元の電気消したらこうなります、でん。暗いね、暗い、もうこんな暗くなっちゃったよ。ということでね、ありがとうございました。アルバムゲットしてくれるかな。いいと思う。ありがとうございました。わーい、サインだよー。